リクエストでですね、まあいろんなものが入った酢の物をやってくれないかという話だったんですね。ステンレスの容器にですね、オクラを入れて熱湯で満たして蓋をかぶせちゃうと、オクラを1本くらい茹でるのも面倒じゃないですか。で、まあこんな大玉ですのでね、僕はもう半分。おはようございます。10分でできる、頑張らなくても美味しい朝食、今日もやっていきましょう。じゃあ今日は何をするかということなんですが、リクエストでですね、まあいろんなものが入った酢の物をやってくれないかという話だったんですね。夏は特に酢の物は美味しいということで、今朝の酢の物はですね、これ僕夏になると食べたくなるんですよ、純菜。これは生の純菜を下ごしらえしたものですね。でそれを冷蔵庫に入れておく。これで冷蔵庫に入れておけば1週間ぐらいは持つんですが、まあ1週間経つ前に食べてしまうでしょう。で味はこれ特についてないんですよ、下ごしらえしただけですね。もうちょっと入れようか。でいろいろ入った酢の物ということですので、この他に夏はやっぱりオクラでしょう。でオクラは熱を通す必要があるんですが、オクラを1本くらい茹でるのも面倒じゃないですか。で、まあ、こんなステンレスの容器にですね、オクラを入れて熱湯で満たして蓋をかぶせちゃうと。でカップ麺方式、それで熱を通します。あとはそうですね、まあたびたびこの動画には登場してますけども、炒り豆腐、これ鶏肉ですね、鶏肉、しいたけ、お豆腐、グリーンピースを炒めるという感じですかね。お醤油とかお酒で味付けをしたものですね。あとは漬物、漬物がなくては和食は成立しない。で日光味噌のたまり漬け、7種刻み合わせ、だんらん、大根、きゅうり、なす、しその実、ふき、生姜、かんぴょう、これをバランスよく刻み合わせたもの。あとはらっきょうのたまり漬け、大玉ですのでね、僕はもう半分で十分ですね。包丁で半割りにしました。あとはごぼうのたまり漬け、これ太いものとか細いものありますけど、太い場合には僕は1本で十分です。あとは同時に味噌汁、味噌汁は昨日の夜のうちから大ぶりの煮干しが1匹と、これ昆布ね、このぐらいの大きさになってますけど、昨日の夜入れた時には親指の爪ぐらいの大きさでした。でもう出汁はね、こんなもんで十分です。今日の具は、今朝の具はどうするかということで、先週お膳には赤、黄色、緑が揃ってると美味しそうに見えるということでしたが、今日のお膳は色が地味なので、せめて味噌汁には赤とかですねの色を入れようということで、具はトマト、あとは赤と緑って綺麗ですからね、ズッキーニ、ズッキーニはそれほど熱を通す必要はないですね。ただ今日は厚めに切ったのでもう入れちゃいますか。でこれで温度を上げていきます。であとは大根おろし、大根おろしね、今大根おろしも面倒がる人が多いらしくて、なんかチューブ入りの大根おろし売ってますけど、僕はちょっとああいうのは口にする気がしないですね。大根おろしはやっぱりおろしたてが美味しいってのと、なんか機械でおろしてチューブに入ってる大根ってのはどうもあんまり気持ちが良くないなあという個人的感想。
で、これなめこのたまり炊き。やっぱりなめこのたまり炊きの王道の食べ方はなめこおろしではないかと思いますね。で、おかずが3つ揃いました。あとは時短の王様、生卵。僕は非常に不器用で生卵を割ることすらできない。この机の上にこぼして、殻まで入ってしまいました。で、これでもう14歳できちゃったというか、オクラですね。酢の物のオクラが暖かくては気持ちが悪いので、ちょっと氷で締めますか。1本ばかり茹でるのは面倒ということで、熱湯を入れたコップで熱を通したオクラですね。オクラはできるだけ薄く刻みたいところですが、僕はそれほど包丁が得意なわけではない。まあ、なんとかなるでしょう。はい。で、まあ酢の物の味付けですけどね、まあ最初からお酢とか何かを調合しておくのがいいのかもしれません。それが本格的なんだろうけど、僕はもうね、ここにもうお酢を投入しちゃうんですよ。そして日光味噌のたまり浅漬けの素、浅つゆ、これをねかけちゃうんですよ。で、これで酢の物完成です。で、あとは味噌汁ができれば、頑張らなくても10分でできる美味しい朝食、完成ですね。それでは味噌汁が温まったら、日光味噌、梅太郎、白味噌、これを、味噌の量はですね、まあやってるうちに慣れますよ。このぐらいというのがですね。ということで、この味噌が鍋の出汁に溶ければそれで完成ということですから、食卓に参ります。それでは一旦ビデオ止めますね。頑張らなくても10分でできる美味しい朝食、今日は夏の酢の物ということでしたね。まずは味噌汁。オクラと純菜の酢の物。まあ僕だけのことかもしれませんけど、酢の物ってのはなかなかご飯のおかずにはなりづらくて、箸休めかあるいは酒の魚という感じがします。まあもちろん好きです。入り豆腐、なめこのたまり炊きのなめこおろしですね。これはうまいですよ。僕の場合、生卵とか納豆っていうのはその食事の最後ですね。おかずが全部なくなった後でご飯にかけて食べるということになりますので、これはもうちょっと後ですね。ということで、10分でできる頑張らなくても美味しい朝食、来週も何か考えてアップしたいと思います。よろしくお願いします。